日本の野球界で絶大な人気を誇る大谷翔平選手彼の活躍は日本国内にとどまらずアメリカでも多くのファンに愛されています特にメジャーリーグベースボール MLB ではその驚異的なパフォーマンスが日々話題となり多くのファンを魅了していますしかしそんな大谷選手にも時折苦しい時期が訪れます今回は ダイヤモンドバックスとの連戦で敗退した直後にクレイトンカーショー投手が放った衝撃的な発言とその背景にある親選手の苦悩について詳しく解説します。また大谷選手の盗塁成功や打撃の成果を中心に彼の試合後のコメントやファンの反応も交えながら最新のニュースをお届けします。最後までお楽しみいただける内容となっておりますのでぜひご覧ください。 7月4日日本時間5日に行われたダイヤモンドバックス戦で大谷翔平選手は1番リードオフで先発出場しましたこの試合は彼にとって20代最後の試合であり多くのファンが彼の活躍を期待していました大谷選手は初回フルカウントから子宮を選びその後2番のテオスカーヘルナンデスのヒットで虫一二塁のチャンスを作りました そして大谷選手は盗塁を試み今季17個目の盗塁を成功させましたこの盗塁により大谷選手はメジャー通算103盗塁となり日本選手としては歴代2位となる記録を達成しましたしかし打撃面では苦戦を強いられました初回の第1打席では死球で出塁しその後の盗塁で2塁さらに3投に成功しましたが 次の打席ではダイヤモンドバックスの先発投手ザックギャレンのナックルカーブにタイミングを狂わされ空振り三振に終わりました続く打席でもギャレンに対して無安打に抑えられ通算5打数無安打4三振という結果に終わりました7回の打席でもダイヤモンドバックスのウアン・マルティネスに空振り三振に抑えられ今季5度目の1試合3三振を喫しました 試合後、クレイトン、カーショー投手が大谷選手について語った内容が話題となりました。カーショー投手は、今日はチームとして良い試合ができなかった。ギャレンは素晴らしいピッチャーで、彼に対しての対策をもう少し考える必要がある、とコメントし、大谷選手の盗塁成功についても、大きな収穫だったが、打撃面での結果が伴わなかったのは残念だ。 と述べましたさらに、カーショー投手は試合後に大谷選手と会話したことを明かし、彼は自分に対して本当に厳しいんです。今日は全然だめだった。自分がもっとしっかりしないといけないと言っていました。彼は自分のパフォーマンスに満足していない様子で、本当に悔しそうでした。と語りました。大谷選手はチームのことを常に気にかけ、 自分のパフォーマンスに厳しくチームのために尽力する姿勢を見せていますカーショー投手も彼のような選手がいることでチーム全体が刺激を受けていますと述べ大谷選手の存在の大きさを強調しました大谷選手は次の試合でメジャー通算200本塁打を達成することが期待されています30歳の誕生日に予定されている7月5日 日本時間6日のブルワーズ戦で、その記念すべき瞬間を迎える可能性があります。ファンもその瞬間を待ち望んでおり、多くの祝福と応援の声が寄せられています。また、大谷選手は自身のインスタグラムでオールスターに投票してくれたファンに感謝の意を伝えました。大谷選手はナリーグの DH 部門で選出され、4年連続4度目のオールスター出場を果たしました。 彼の投稿には多くの祝福のコメントが寄せられ、オールスターゲームでの活躍も期待されています。一方で、試合後のメディアインタビューでは、大谷選手の自己評価の厳しさやプロ意識の高さが話題となりました。ファンやチームメイトは彼の真摯な姿勢を尊敬し、次の試合でのさらなる活躍を期待しています。クレイトン カーショウ投手も左肩手術からの復帰を目指してリハビリを続けています。ダイヤモンドバックス戦の当日、カーショー投手はブルペンで投球練習を行い、順調な回復ぶりを見せました。彼の復帰がチームにとっても大きな力となることは間違いありません。カーショウ投手のリハビリが順調に進むことを期待し、チーム全体としても再び勝利をつかむための努力が続けられています。 国会のダイヤモンドバックス戦では大谷翔平選手の盗塁成功が大きな収穫となりましたが打撃面では苦戦を強いられました試合後のクレイトンカーショー投手の発言からも大谷選手が自分に対して非常に厳しい姿勢を持ちチームのために尽力する姿がうかがえます次の試合でのメジャー通算200本塁打達成が期待される中 ファンもその瞬間を待ち望んでいま,すまたカーショー投手の復帰がチームにとって大きな力となることも期待されています大谷選手とカーショー投手の両名が揃うことでチーム全体が再び一丸となり勝利に向かって進んでいくことでしょう今後も大谷選手の活躍とチームの動向に注目し応援していきましょう 最後ままでごご覧いいたただきありがとうございました引き続き大谷選手の最新ニュースや試合結果をお届けしていきますので是非チャンネル登録をしてお待ちください。それではまた次回お会いしましょう。